エイジ、我が子。お前と私とで人仕事すべきではないかと考えていた。すると、そこへ神の導きがあった。褒むべきかな、我が主。主は戦いのために私の手を、私の指を鍛えられ。詩篇だ。意味は、兵士は最善を尽くせだ。たとえこの国のように神を持たぬ国を訪れる必要があってもだ。 兵士として我らは殺す意志によって人々を守る。その目的を達するために必要なものは信仰。銃だよエイジ、銃だ。銃がなければどうやって荒ぶる海を通り高き波を沈めるんだ。私を手伝ってくれ。そうすればゴールデンパスに銃を供給しよう。オーケー。神よ、 見業によりて少年は目覚めた。山の向こうから物資を運ぶ予定だったヘリが墜落した。このトラッカーを持って行ってくれ。軍に奪われる前に物資を回収するんだ。交通手段は我が主が用意してくださる。言いたいことは？アーメン。アーメン。さあ行け、行け。 行け、エイジ。まったく、今日はどこに行っても進めないな。ロンギヌス、あんたからもらったトラッカーによればターゲットは近い。素晴らしいニュースだエイジ。 現場に着いたら用心しろ。法律軍もヘリの荷物の回収に兵士を送り込んでいるはずだ。必要に応じて倒すか。こっそり忍び込め。顔色が悪いぞ。ついこっちへ出ようぞ。 どこに？
中身は何だったんだ。探し物はこいつか。もしこれが武器じゃなかったら何のためにここに来た。家に戻ったら靴を脱いでゆっくり横になるよ。驚くほど小さな箱。
ご希望の品だ。ゴールデンパスが使う武器かと思ったんだ。だから言った。人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっている。嘘なんだ。知っているか？人はそれを輪廻だとか言っているが、命は骨の山の上に成り立っている。人は食い、そして食われる。動物はそれを生存と言い、人間はビジネスという。それはビジネスだよ、AJ。非道なビジネスだ。私は頭に受けた銃弾に救われた。銃弾は非道な私、武装集団のリーダーであった古い私を殺した。だが私の頭蓋骨に穴を開けたその銃弾のおかげで、神の光が差し込み、五花の滝の水で洗礼を受けることになった。で、ダイヤだけど。レビ記17章11節、命として贖いをするのは血である。これらは私のかつての悪行の名残だ。一つずつが罪であり、私も多くの罪を犯した。ゴールデンパスの武器は？もちろんある。あるとも。行け、アミータとサバルに武器を送ると伝えろ。それからもう一つ、デプルールが戦車工場から大量のアヘンを送り出そうとしている。おい、アヘンだと？これもまた非道なビジネスだ。さあ行け、伝えるがいい。それが終わったらまたここに来るのだ。神の御業は終わりを知らぬ。